教えてなかったって。こりゃ下手するとポッキリ行くな。やばいっすよ。バカな、早くやめさせなきゃ。あなったらダメだと思うわ。よく頑張ったけど、猪熊さん早く来て。痛い、猪熊離してよ。なぜ、なぜ参ったせんのだ。なぜなんだ。離して、離してよ。やだ、なんで、なんで参ったしないのよ。早く、早く参ったして。カジバのバカ力ってやつか。すごい。こりゃまた無茶しおる。いいだ、やる。えらい、吉永さん本当にえらいわ。最後の最後まで試合を捨てない、恐るべし猪熊地五郎柔道、これぞネバーギブアップの精神だ。はじめ。おらな送り襟締めだ。ひどい、あんな技ばっかり。反則よ、反則。もういいわ、もうやめてあげて。相手の右肘を押し上げるの、そこから頭を外して。どうだ、参ったか。参った、本当に参った。それまで。そやつさっきの腕ひしぎを返したときに肩が抜けかかっとるんじゃ。ビービー泣くな、今直してやる。くん、これで完治じゃ。まあ嫌よ、こんな痛いことするの。もう柔道なんかでたいやよ。しかしお前さん、今の試合で随分と痩せたぞ。腕なんぞ一回り細くなったようじゃ。本当にねえねえ、本当に痩せた。私痩せた、痩せた、見てる方も痩せた。よく頑張った。嬉しい。負けて喜んでますね。あれだけ見事に戦えば悔いはなかろう。見習いたいものだ、猪熊先生の柔道。すごい、みんな一生懸命。三葉女子短大中堅、小田真理君。はーい。化粧バッチリ、ピンクの帯にイヤリング、それにノーブラ、 T シャツなしだぜ。なんだその格好は。何って柔道着よ。服装を正して出直すように。何よ、このままでいいじゃない。そうだそうだ、いいじゃないか。固いこと言わないで早く始めろ。みんなも空いてるし。いや、いいか、 T シャツを着てきなさい。どうして、なんでいけないの。それはだな。ねえ、なんで、なんで、なんで。うわあ、腹心。マリリンったら男がドキマキする楽しんでんだから。でもこれっていい考えよ。マリリンじゃ試合になったら一瞬で負けちゃうもの。こっちの方が時間稼ぎになるわ。早く試合やれ。こんなもん真剣な顔で話し合ってどうすんだよ。どうせ練習時間じゃないか。早くやれ、早くやれよ、早くやれ、早くやれ、早くやれ。よし、カメラいいとこ狙えよ。任せとけ。三葉女子短大中堅、小田真理、反則負け。そりゃないよ、ケチ。なんで、なんで、なんで。何考えてんだろう、まともじゃないわね。いや、あの猪熊地五郎先生のことだ。きっ
とあれにも深い意味があるに違いない。残念、おっぱい見られんかった。よかった、あの子がまともに戦えるはずないもん。ってことはまさか次は三つ葉女子短大副将伊藤藤子君。はい。藤子さん頑張って、片っ端からぶん投げちゃえ。キョンキョン安心して、あなたには絶対回さない。猪熊さんが来るまで私必死で粘るからね。お願いしますね、私あんな人たちと試合したら死んじゃいます。ま、任しといて。藤子さん、練習通りにやればいいんだ、君なら勝てる。花園さん、藤子さん大丈夫かな。でっけえ。でかい。こいつは相当の槍手だぞ。あそこに座っている大将は猪熊到着までの当て馬だ。となればあのでかいやつは猪熊に次ぐ強者。用心してかかれよ黒川。レイ、どうしようどうしようどうしよう、猪熊さんどうしたらいいの。早く来て猪熊さん、早く。はじめ。さえ。練習通りなんて無理よ、立ってることもできない。藤子さん助けて。やーやっつけて、私たちは仕返ししてね。黒子まともに行くな、様子を見ていけ。藤子さん固くなっちゃダメ、リラックスして。有効。あいつ体が柔らかいぞ。すげえ。普通ならあれで一本じゃった。さすが元バリレーナ。藤子さん四つん這いになれ、抑え込んでくるぞ。お願いやめて、まだ負けられないの、猪熊さんが来るまでは。待て。これじゃ一分も持たないわ。猪熊さん、あなたってやっぱりすごい。こんな恐ろしいスポーツなのにあんなに強いんですもの。どうしよう、このままじゃ藤子さんがやられちゃう。はじめ。危ない、藤子さん大外刈りだ。うまい、外した。兄弟待て。なんという柔軟な体だ。そしてあのバランス、松田さんすごいでしょ。藤子さんって本当にすごいでしょ。ああまさかこんなところで元バレリーナの才能が発揮されるなんて。だけど攻めなきゃ勝てない。ああ、それなんですよ、それ。藤子さん攻めろ、練習を思い出せ。藤子さん藤子さんが負けちまったらもう後がない。早く来てくれ、やわらさん。ダメ、立ってられない、もうダメ。藤子さん待て。やわらさん早く指導。ああ、有効に指導までついしまった。攻めろ藤子さん、はじめ。猪熊さん早く来て。やわらさん、くそ、やわらさん何やってんだ。藤子さん、猪熊さん早く。攻めるんだ。攻めろって言ったって。練習を思い出せ、
君ならできる。そんなこと言っても無理よ。アンドゥトロワーだ。アンドゥトロワーを忘れたのか。そうよ。何やってるの藤子。アンドゥトロワーよ。アンドゥトロワー、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 アンドゥトロワー。勝ったんだよ藤子さん。え、やったー、ヒギ白鳥の湖。かっこいい。やったすごいすごいすごい藤子さん。筑紫大学中堅宇崎めぐみくん。はい宇崎、今の技大内狩りだったよね。そうよ。何言ってんの。いやどこから足が飛んできたかわからなかったから。君の悪いこと言わないでよ。強そう。今度こそダメみたい。よしのっぽ姉ちゃん、もう一丁すっ倒しやり。猪熊治五郎七段、ご挨拶が遅れて申し訳ございません。筑紫大学女子柔道部監督石倉です。わしゃ八段じゃ。猪熊八段、お会いできて光栄です。まあこれでも食いながら一緒に見んか。あ、時に先生素晴らしい選手ですな。わしのことか。あ、いや、あの選手です。ああ、あんたもそう思うか。はい、あの上背と全身のバネ、体の柔軟性に加えて卓越したリズム感とスピード感、素晴らしい素質です。はじめ。うわこんなところで騒いだって聞こえやしないよ。松田さん。猪熊さん。藤子さん、もう一度アンドゥトロワだ。そうよ、アンドゥトロワよ。猪熊さんが来てくれるまで粘るにはあれしかないのよ。猪熊先生、彼女を育てるにはさぞや年月がかかったんでしょうな。まさかたった1年で。うんにゃ、1ヶ月じゃ。1ヶ月？アンドゥトロワ。さあ、行こう。みんなのところへ。技あり！あれで柔道を始めて1ヶ月だと言うんですか？そうじゃ。未だに柔道のいろはもよう知らん。なバカな。現にあやつの知っとる技はあの大内狩りだけじゃ。は？他の技はなーも知らん。何？今の藤子さんの勝ちじゃないの？あれはね、技ありっていうの。技ありと勝ちとどこが違うのよ。知らない。まさか、まさか黒川の言った通りだわ。こいつの大内狩り、とんでもなく遠くから足が飛んでくる。猪熊さん、早く来て。私が負けちゃったらキョンキョンが戦わなきゃならなくなるの。藤子さん、技あり取ればこっちのもんだ。あとは逃げまくれ。そうはさせるか。はじめ。うりゃさあ、山田さん。でも、あんなに大勢記者の人が。いい加減にしろ。見たろ、あの必死の藤子さんを。誰のためにあんなに必死になってると思ってるんだ。君のためだぞ。え、猪熊さん、早く来て。
つの柔道なんか変よ。柔道と違う何かよ。これは元バレリーナ。そうじゃ、バレエというのはなかなかにも恐ろしい踊りじゃ。お前さん知っとったか。知りませんよ。そんな、それよりまさか他の部員も柔道を始めて1ヶ月なんてことは。そうじゃ、どいつもこいつもみんなど素人。なんてことだ、日本一の我々がそんな初心者に翻弄されていたのか。これでもし猪熊やわらが現れたら我々は。もしではないわ、やわらはもうあんたの後ろに。あやつはもうすぐそこまで来とる。失礼します。大変だ、こんな大勢の報道陣の前で我々日本一のチームがど素人に負けたたっては大集体だ。これであやつらも本気を出してくるじゃろう。さあ覗き見なんぞしとらんで、ぼちぼち出てこい。やわら、私のため。そうだ、君がいつでも柔道に戻ってこれるようにと藤子さんが必死になって柔道部を作ったんだ。藤子さんだけじゃない、花園君だってジョーディーだってみんな君のことを思って。でも私柔道は。それに俺だって君のこと。え？君の記事が書きたいんだ。いやだからそのなんちゅうか。また取材ですか。とにかく中へ行こう。取材のためですか。そうじゃない、この際そういうつまらないことでガタガタ言ってる場合じゃないだろうが、このわからずや。勝手にしろ。うざき、カモン、とっとと片付けろ。そいつは大内刈りしか能がないんだ。いいからやっつけちまえ、猪熊が来る前に。大内刈りしか能がない、まさか。だ、払いました。キュンキュンには回せない。ゆるこ、惜しい、いけるいける、もう一丁。投げにくいのだ、あの長身、あの体の柔らかさ。何でもいいから早く仕留めろ。キョンキョン、大丈夫だからね、猪熊さんが来るまで私頑張るから。藤子さん、今度は袖釣り込みました。うまい、よくかわした。藤子さん、君は本当に素晴らしい。あと1分、あと1分だぞ。ねえねえ、時間切れになったらどうなるの。このまま相手に技あり以上取らさなければ藤子さんの勝ちだ。それじゃ逃げちゃえばいいのね。そうか、逃げてもいいのか。藤子さん、逃げちゃえ逃げちゃえ、帰っといで。見たろ、あの藤子さんを。誰のためにあんなに必死になってると思ってるんだ。うざき、あと30秒しかないんだぞ、何やってんだ。もうダメ、30秒も持たない。うりゃごめんね、キョンキョン。キョンキョン、キョンキョンが試合に出ようとしている。あと20秒、てめえを攻めろ。早くしないと猪熊やわらが来ちまうぞ。逃げ切れば勝ちだ、藤子さん。うっそー、キョンキョン、あなた出る気なの。無茶よ、殺されちゃうわ。こんな、猪熊さん早く来て、お願い。
さん、早く！